こんにちは、おしゃれ道場師範の青柳です。今日はですね、青柳はどうして、おしゃれにを目覚めて、どういう道をたどってきたのか、そういう話を聞きたいというリクエストをいただきましたので、これから何回かに分けて、そのあたりのことをちょっとずつお話をしていきたいというふうに思っています。今日は第1回、小学校6年の時からに遡って話をしてみたいと思います。小学校6年といいますと1972年だと思うんですね。で、1972年でどういう時代背景だったかっていうと、まだ沖縄がアメリカの、統治だった時代、要するにその前までは、その何年か前まで、多分2年ぐらい前までは、沖縄に行くのにパスポートが行ったわけですよ。日本の国も、同じ日本の中でも。で、それが、パスポートが、要するに日本に返還されて、まだね、間もない時代だったんです。だからまあ、そう考えると随分昔だなと思うんですけどね。で、まあ、72年っていうと、まあそうですね、70年代の初めですから、まだね、小学校の6年ぐらいの僕らの頃って、親から与えられたものを着てましたけど、まあ、大体ね、パンツはラッパでしたね。ラッパの、まあ、チーパンだったり、でもまあ、小学生だったから、半ズボンとかもよく履いてましたけど、まあね、そんなような感じだったんです。で、これが中学に入るという時に、まあ、大体そのうちは公立 の中学校でしたから、学生服を、ね、みんなでこう、仕立てるということになるわけで、業者さんが来てそれぞれ採寸してくれて、納品してもらったわけですけど、大きくなるからどんどん大きくなりますから、最初はでっかくないとダメですよと言われて、なんかものすごいでかいの着せられて学校に行ってるっていうのが、大体中学校1年生の大体の姿だと思うんですよ。で、それが嫌なのは、大体多くの母親が嫌なんですよ。いやー、みっともない、だらしない、なんでそんな大きいのみたいな話で、大体最初の入学してから半年ぐらいはそのままで我慢するんですけど、秋ぐらいになると、どっか行って学生相撲買ってきちゃう、サイズのぴったりある既製品を買ってきちゃう、あるいはお兄ちゃんとかお姉ちゃんがいる、お家はお兄ちゃんお姉ちゃんのお皿が出てくるわけですよ。で、そうすると、例えば学生ズボンでも、お尻のところにビジョンがついてたりするわけですよ。シルエットもなんか裾に行くほど細くなってるなとか、ダブルもちょっとなんか低いんじゃないのとか、いろんなそういうことが出てくるわけですね。で、もうちょっと言うとシャツも、あれ、なんで君のシャツ襟のところボタンついてるのみたいな話になるわけですね。で、これが学校が終わって、これがその街に出て、例えば遊びに行ったりすると、今度はなんかセーターの肘のところになんか変なあれが継ぎ当てがしてあるじゃんみたいな、まあエルボパッチですよね。そういうセーターを着たらアーガイル柄だったりなんかするわけですよ。それ一体何なんだろうって思ってたわけですよね。で、ある時に友達の家に遊びに行ったら、そのお姉ちゃんの彼氏っていうのが置いてったメンズクラブが置いてあったんですよ。で、何かなと思って、これ読んでいいかな、さあ読んでいいよみたいな、パラ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 っとめくってみたら、どうやらそこで一番関心だったのがね、その町のアイビーリーガーズだったんですよ。で、ああ、こういう格好ってアイビーっていうのみたいな話になり、それからそのアイビーに興味を持ち始めたんですね。で、そうなってくると、今度はまずその持ってる学生ズボンをスリムに詰める、あるいはだからパイプドステムにする、持ってる白シャツはボタンダウンに変える、で、学校に行くときに、例えばちょっとアキリスとか、グレーのセーターとかね、ネイビーのセーターとかで別に学校でも怒られないわけで、で、その時にエルボーパッチ付きにしてしまうとか、それから大体学校スニーカーでしたけど、例えばスニーカーも当時ね、確かね、ベンチャーだったと思うんだけど、ベンチャーの黒いバスケットシューズ、黒いバッシュが、要するにコンバースのコピーみたいなわけだったわけですよ。で、僕らその時、本物のコンバースなんて知らず、そのアイビーのスニーカーって言ったら、このバッシュなんだと、で、それも黒がかっこいいよみたいなことで、ハーフねみたいな話で、黒のそのベンチャーのバッシュを履いてった覚えがありますね。
でベルトは当然リボンベルトになり、どん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 進んでいって、例えばそれが、冬場になったりすると学生服着ていかないでね、こういうステンカラーの服着ていったり、後にはマジソンバッグ持っていくようになり、まあね、あのそういう中学生でしたね。で、その自分あのやっぱり一番あのよく着てたのが、まあ、バンでしたね。でバンはなんでそのバンが良かったんだろうかっていう話になった時には、バンのお店がまあ多かったってことはありますね。で方々でバンのお店があったので、あのとてもあの買いやすかったし、バンはちょっと高かったんですよ。例えばボタンダウンで僕一番最初に買ったのはリンカーンってやつだったと思うんですけど、リンカーンのボタンダウンが確か1900円ぐらいだった時に、バンのボタンダウンで2300円ぐらいしたんですけれど、夏場になった時の半袖のボタンダウンのシャツっていうのは、バンはこのスリーブが長いんですよ。でね、細いんです。だからね、半袖のボタンダウンはかっこよかったんですよ。そんなわけでシャツはやっぱりバンがいいかなと思った時に、いろいろ考えてみると、やっぱり、ね、バンの方がかっこよかったんですよね。あとね、ノベルティが良かった。ノベルティにちょっとお見せしますよ。このバングラフィティ、この中にね、そのね、ノベルティが出てるんですよ。どんなノベルティだったかっていうとね、あのね、本当ね、いろんなノベルティがあったんですけど、例えばこういうグラスだとかね、それからこういうサンダルなのね。あとね、店のディスプレイとかね、広告も良かったんですよ。この辺がその広告になりますかね。この広告なんかね、やっぱりね、結構ね、なかなかね、こうグッとくるものがありましたね。やっぱりね、かっこよかったと思うんですよ。やっぱり広告の、戦略的というか、やっぱりこう作るそのクオリティも高かったし、店舗のディスプレイも綺麗だったし、やっぱりね、おしゃれ心をくすぐるものがね、このバンにはあったと思うんですね。だから僕にとってはそのアイビーっていうのは多分イコールね、バンだと思うんですよ。でまあ大人、それからですね、大人になってからですね、ブルックス・ブラザーズがどうだとか、でブルックス・ブラザーズが日本に上陸したのってのは1970年代のもう後半でしたから、僕らもその頃そのアイビーの格好、あのアメリカントラックっていうのは興味がなかったので、だからまあとっても短い間だったんですよ、そのアイビーが好きだった時代っていうのは。多分その中学も途中ぐらいから、あの傷だらけの天使が流行った以降っていうのはコンチネンタルになっちゃいましたから、ですからね、ほんの何年かだったんだけど、やっぱりいい、その一番こう、なんていうんだろう、おしゃれ熱がこうぐっとこう盛り上がり始める頃だったから、やっぱりその時にこう学んだこととか見たものとか着てきたものの印象っていうのはすごくね、やっぱりね、深くこう刻まれていて、どうもね、だからそういうその頃のそのどう言ったらマインドみたいなのがやっぱりね、残ってるんですよね、今でも。なので何かあのコーディネートしたり、何かその原稿書いたりする時でも、その頃のなんか話のネタとかを使ったり、あるいはコーディネートの時も、そういえばあの当時赤いセーターとかちょこっと合わせてたけどなんて、今ちょっと言ってもあの可愛いかもねなんていう風なあのこともあるわけで、ただね、あの時にアイビーをしっかりこう夢中になってよかったなと思うんです。でどうもね、それ聞いてみると、関西の方の人、そういう方がなんかどうも少なかったようだったり、あるいはその例えばスタイリストで僕らと同じ世代の人たちでも、 DC から入った人たちと僕らの時代、僕ら IB から入った人だと結構ね、開きがあるんですよ。でね、DC から入った人たちで結構ね、 IB が苦手な人ってのは結構多いんですね。でね、今となるとね、やっぱりそれってね、結構致命的かなと思うんですよ。やっぱりそこでしっかりそのベーシック、基本をしっかり学んどいたから、まあ、もしかしたら今があるのかもしれないし、いろんなことが広がりが持てたのかもしれないなというふうに思います。まあ、これが大体そのアイビー、僕が思うアイビーってことでしたね。まあでもね、バンにはね、本当ね、中学生あんまりこうね、そのお小遣いも多くなかったので、新聞配達のチラシ入れたりね、なんかするバイトで
あの稼いだお金は全部バンにつぎ込ませていただきました。まあそれが良かったんだろうね。だから中学の時にもうあのリーガルのコインロッカー持ってたし、バンの、あのネビーブレザーも持ってたし、バンドバックまで持ってましたからね。うん、あとね、そうそうそう、中3の時あの東京八重洲のリーガルでね、あのリーガルのスニーカーが出た時にホッケーというのがあったんですよ。あのホッケーを買いに行ったのがすごいね、よく覚えてましたね。あの頃ね、ホッケー履いてる人いなかったんですよ。テニス履いてる人が多かったんですよ。であのホッケーがね、断然かっこよかったんですよ。だからね、高かったのシャリがね、八重洲のリーガルまで行くのもまああれだったけど、でも八重洲のリーガルで買うっていうのは一種のステータスだった気もするなと思ったりして、まあ、そんなそんな、ことで、その70年代の初めのそのアイビーというのはこの辺で終わりにしたいかなと思います。